冒頭私から1点ご報告がございます。佐賀県及び茨城県における高病原性鳥インフルエンザの発生についてです。25日土曜日、佐賀県、から昨日27日、茨城県の柿農場で今シーズン1例目及び2例目となります、高病原性鳥インフルエンザの下肢間地区が確認されました。農林水産省としましては、総理のご指示を踏まえて、発生県及び関係府省庁との連携を緊密にし、防疫措置に万全を期してまいります。本年の野鳥での発生状況を見ますと、本病ウイルスは自然環境中にすでに相当程度存在すると思われますので、全国どこで発生してもおかしくない状況であります。全国の養鶏業者、また関係事業者の皆様におかれましては、改めて農場の使用衛生管理がしっかり行われているか確認していただき、危機感を持って発生予防とまん延防止に万全の対策を行っていただくようお願いを申し上げます。なお、念のため申し上げますが、我が国の現状におきましては、鶏肉や、鶏卵を食べることによって鳥インフルエンザが人に感染する可能性はないとされております。引き続き国民に対する正確な情報の発信にも努めてまいります。私からは以上です。では幹事長お願いします。はい、はい、ありがとうございます。幹事長の朝日新聞です。大臣、今おっしゃった鳥インフルの関係なんですが、昨年から今年にかけてエッグショックで卵の供給が滞ることが起きました。今年もそう起こさないために何か対策などはありますか？はい。鶏卵の卸売価格につきましては、昨年11月以降は大幅な高値で推移しておりましたけれども、昨シーズンの鳥インフルエンザの発生農場におきます、再導入が進展してきておりますので、まあ、そういったことも踏まえ、現時点では発生前の水準まで下落してきておりまして、関係者の皆様からの聞き取りによりますと、鶏卵供給への不足感は今のところないというふうに承知しております。昨日27日ですが、今シーズン2例目の鳥インフルエンザが確認されたところですけれども、現時点の発生農場における使用波数の国内全体に占める割合は 0.1% 未満であることから、国内の鶏卵の需給や価格の影響は今のところ限定的だと考えられます。今後の見通しについては予断を持って申し上げることは困難ですけれども、例年11月からですね、年末に向けて、卵価が上昇する傾向が見られる、傾向がありますので、今年はまだそのような動きは、ありませんけども、引き続き、需給や価格の動向を注視するとともに、まずは発生予防、またまん延防止ということで、しっかり取り組んでまいりたいと思っています。ありがとうございます。幹事から以上です。各社お願いいたします。よろしいですか。はい、します。西日本新聞の岡部と申します。鳥インフルの関係でお伺いいたします。今のところまだ卵価ですとか供給に関しての影響はないというお話はありましたけれども、まあ、今後また感染が拡大しないとも限らないと思います。分割管理ですとか、まあ、そういった対策は始めていることは承知しておりますけれども、はい、今後またさらにですね、感染が拡大してきた際に、そういった影響を抑えるための新たな対策といったものは何かお考えはございますでしょうか？そうですね。まあ、分割管理っていうのもなかなかコストと手間がかかる話なので、まあ、どこででも取り組めるっていうことでもない。でも、まあ、取り組めるところは、しっかり、取り組んでいただいて、いただきたいと思いますし、まあ、まずはですね、まあ、去年の大規模な感染を受けて、使用衛生管理の徹底、まあ、お願いをしておりますし、皆様もかなり気を引き締めて、
今シーズンに臨んでおられると思いますけれども、まあ、それでも発生してしまったということですので、まずは基本に立ち返ってですね、収容性管理をとって、気を引き締めて、できるだけ被害を最小限に抑え込むということで、まあ、日本オールジャパンで取り組んでいくことが大事だなというふうに思っています。はい、すみません、朝日新聞加藤です。大臣、17日輸出の関係で、農産物の輸出の関係で、海外にこう日本の神戸ビーフとかこう模倣品をですね防ぐために、タイにこう相談窓口にして置いてですね、こう情報提供を求めていくと、これはこれからも どのようなこう効果が期待できるものでしょうか。はい、日本での農林水産物や食品の模倣品が海外で多数発見されておりますことから、海外における日本の農林水産物食品の模倣品対策としまして、模倣品を見つけ次第現地で直ちに対応することができるように、輸出支援プラットフォーム、海外で今8カ国地域で展開してますが、まあ、ここの輸出支援プラットフォームの中にですね、模造品疑義情報相談窓口を設置することといたしました。ご指摘のように第一弾としてまずタイの輸出支援プラットフォームに相談窓口を設置したところでありますけれども、今後は他のプラットフォーム設置国地域にも順次設置することを予定しております。その上で特許庁や外務省など関係省庁との連携のもとでですね、日本の農林水産物食品の海外における模倣品の排除を進めて、輸出の拡大を推進してまいりたいというふうに思っております。